ロクさん、はい、本出ってどこですか？本出は、金浦空港の近く。あ、そうなんですか。美味しい。それ何？クリームコーヒー。これね、甘いの。甘いの。よかった、ケーキ頼まなくて。すごいね。甘々だった。ね。甘いかける甘いになってたら、もう私大変なことになった。あ、そうだ。今日のファッションチェック。はい。これは息子から帰ってきたんですけど。わざわざこのアイテム、いろんなところでほつれてたりとか、これでね、ボタンが、ね、全部違うのって、古着なのか古着っぽく作ってるのかちょっと私わかんないんだけど、すごい可愛いんで買ってきました。盗んでいったんですね。してくれる？以上です。ここからは私がナレーションでお話しさせていただきます。ホンデって案外ランチ食べるところに苦戦したんですよね。もう何食べようとかって言っててこう悩んだ結果、やっぱり韓式定食食べたいっていう最初の思いと、ポッサムを食べたいっていうところで、それでそのちょうどその2つが、うまくこう噛み合ったお店を見つけたので入りました。でこれです。でこの金額がびっくりなんですけれども、これだけの量が1人前なんですよね。でそれで、1000円っていうちょっとありえない金額でした。でまずこれは、パートナーの方の韓式定食、ポッサム定食なんですけど、これをちょっと私の方でこう食べてみて、まあエゴマでこうお肉を巻いてキムチとかこう入れてね、これはもう本当にもうポピュラーな食べ方なんだけれども、こうやって食べたんですけれども、ポッサムってゆで豚なんですけど、これがなんて言うんだろう、すっごい美味しくて、ニンニク入ってるのかな、なんかもう結構味が濃くてしっかりとした味がついてて、でさらにはにあのキムチとかね、そういうのも入れるんで、もうなんともこう深い味わいで美味しかったです。でもパートナーの方も相当気に入っていました。ね、ヘルシーですよね。肉を食べているんだけれども、結局その周りに水キムチであったりとか、それこそ本当に普通のキムチもそうだし、お野菜で巻くしっていうんで、あとチゲもあったかな。もう本当にもう健康的です。で私の方のグクス、これ鶏ガラのグクスなんですけれども、これもまた優しい味でもう最高に美味しかったんですよね。で味がね、こっちはね自分で調整してくださいっていう感じで、ちょっと柔らかなお味だったんですよね。で私は塩を少し足して、食べました。で辛みもあったんだけど、私はもう辛みはちょっといらないなと思ったので、このまま、塩を足してとっても美味しく食べましたね。ぜひ行ってみてください。
말을 뭐해 늘 그렇게 그렇게 아무 계획 없이 떠나볼래 다 내려놓고 괜찮을 거야 店内に入りました、ここからちょっとナレーションになりますけれども、というのはここのお店の音楽とか、あと、とても広いお店なので周りのちょっと音がとても大きかったので、ちょっと私がちょっと話させていただきます。このね、もう死ぬほど選びに選んだこの2個のパンなんですけれども、このねクロワッサン2つ選んだんですけれども、ちょっとこの断面見てもらえますか。美味しそうでしょ、美味しそうでしょ。はい、すごい美味しいんですよ。で食べました。でこの後私ちょっと奇妙ですけど、見ていただけるといいんですけど、これ眠たくないんですよ。眠たくなくて感動してるんです。もうめっちゃ美味しくて、この感動はちょっと久しぶりでしたね。なんかね、例えるならフランスで食べたクロワッサンの味に似ていた感じがします。が、発酵バターを使っているのかもしれないですね。知らないんですけどね。で、ここのカフェの、コーヒーなんですけど、すごい私好みで、酸味がちょっとだけ立っててめっちゃ美味しかったです。ぜひ行ってみてください。おすすめですから。パン屋さんだからコーヒー屋さんではないと思う。何ですか？これ何だっけ？この名前出てこない。牛肉の霜降りの薄切り、超薄切り肉なの。もういいんじゃない？これ。
牛肉って感じ。日本の牛肉と今は違う。うん。なんでちゃんとお腹すくんだろうね、こんなに食べてるのに。あ、これはね、あ、これはちゃう。これに巻くんだ。巻くの？うん。辛味ネギ？ネギネギ、辛味ネギ。私生ネギそんなに好きじゃないんだけど、美味しい。すごい美味しい。めっちゃ美味しい。美味しいね、これは。美味しい。タレがまたうまいよね。なんていうんだろう、ポン酢でもないし、ちょっと酸っぱいソースですよね。醤油酸っぱい。산물이 죠 지금